練習の時はいつも克服するべき点を一つずつピックアップして、今日はこれをしようっていうのを毎日決めて、一個一個それに集中してやっています。自分短距離が苦手で加速が弱いんで、左足を脳死をどうしたらいいのかなっていうのとかは考えてます。戦い終えて自分に足りてないところっていうのが結構浮き彫りになってるので、練習で克服できるようにして自分に自信をつけてやっていきたいなと。入学した当初は先輩がいなくなってしまって、一回切れたところから私たちの代で始まったので仲間意識っていうか絆はあると思う。すごいずっと一緒に頑張ってこれたかなと思います。ハラハラしたレース展開っていうんですか、なんだろう、レース中に一瞬たりとも気が抜けないっていうのが、でその中で勝てたのがすごい嬉しいなって一番思います。楽しいですけど、勝った時は、まあ、でもそればっかじゃないんで、今練習やってきて勝った時は楽しいです。ショートトラックは一つのコースに何人も滑るんで、自分との戦いだけじゃなくて相手との駆け引きがあるのがすごく魅力かなって。自分が行けるって思うスピードの時に一気に行くっていう、もうそういう攻め方をしています。抜いたり抜かれたりっていうところとか、そういうのを常に意識しながら練習はしています。A 代表の選手たちに勝てるように練習とか試合の時でも挑戦者っていう気持ちで、本代表として堂々と黒人選手に攻めていけたらなと思ってます、ね。まあ、最後の1年なんで、まあ、悔いのないように、まあ、ベストを更新してっていうのが私の中の挑戦です。